毎日1分フランス語。Bonjour à tous! C'est Sébastien! Bonjour à tous! C'est Meïssa! 今日のレッスンは今日本で大ヒットしているアドの曲。ご存知ですよね？はい、うっせはフランス語でなんていうか、今からちょっと訳してみたいと思います。メイサちゃん教えて。うっせはフランス語でなんて言うの？テトワ。テトワ、優しい言い方やな。テトワはうるさい。うっせは、もっと喧嘩腰の言い方やから、ラフェームの方がぴったりかな。 OK、 じゃあ要するにテトワはうるさい、黙って静かに、まあ、丁寧な、言い方ですね。でラフェームは、まあ、黙れっていう意味で怒った時に、使う言葉ですね。皆さん、勉強になりましたか？この動画を気に入ってくれた人は、グッドボタン、チャンネル登録とシェアお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。では、また明日の授業でお会いしましょう。Au revoir les amis! フランス語を楽しくやりませんか？フランス語の世界に浸かりたい方、下のラインまでお気軽にお問い合わせください。 Merci! À bientôt!